ってことで第3章です。いや、さすがにいきなり始めすぎな気が。まあ前回の続きだしいいじゃない。で、今回も皆様には忍者龍剣伝にオープン主がどこまで進めたのか生温かい目で見守っていただくわけですが、この動画から見始めてもよくわからないと思うので、まだ前回の動画見てないって方は先に前回の動画を見ていただければと思います。まあ前回見てもオープン主のヘボプレイが流れるだけだけどね。うっせハゲ。あーん。まあとにかく今回も頑張って進んでいきましょう。で、3の1はこんな感じで雷が光ってる時だけ明るくなって足場が見えるって感じみたいです。なかなか雰囲気あっていい演出だけど進むのちょっと大変そうね。そうだな。足場がわかりづらいだけならまだいいんだけど、こんな感じで追尾してくる火の玉が出てきたりするので結構焦らされます。コウモリも飛んでくるしスライムも玉吐いてくるし、足場が悪くないところでも地味に大変そうね。ああ、しかもこのゲーム敵が無限脇だから下手に動くと倒した敵すぐ復活するしな。いや、何やってるのよ。いやー、多分ここ戻って下から進まなきゃダメなんだろうけど、なんとか上から行けないかと思いまして。無駄に動いて倒した敵復活してるし、さっさと戻って下から行った方がいいんじゃないの。うっさい、ボケ戻ろうとしたら敵が湧いたからなんとかしようとしてるんだろうが。だから私に当たるんじゃないわよ。ああ、お前のせいでだいぶ体力削られた。うん、殴るわよ。てかもう体力残り1じゃない。ああ、これはまたここ抜けるの時間かかりそうな気配だな。って言ってるそばからやられました。まあでも次は最初から下に行けばそこまで体力持っていかれないんじゃない。残念、今度はさっきのところにたどり着く前に落っこちてゲームオーバーです。そうですか。で、コンティニューするも、なぜか同じ穴に2回連続で落ち。いや、なんでよ。最後は別の穴に落ちて結局最初より進めずにまたゲームオーバーです。ダメダメじゃない。で、この後もう一度コンティニューして頑張るも、やっぱなかなかうまく穴を飛び越えていけず。って感じでまたすぐにゲームオーバーになりました。ねえ、これ本当に先進めたの？だからそれは見てのお楽しみだって前回も言ったでしょうよ。そうは言うけど動画複数回に分けるくせに全クリできませんでしたじゃ許さないわよ。おまわりさん、変な赤まんじゅうが脅迫してきます、助けてください。いや、何おまわりさんに助け求めてるのよ。てか誰が変な赤まんじゅうよ。はいはい、どうどう。だから私は馬じゃないのよ。まあとにかくこの後も穴に落ちて一気失いました。なんか落ち方が毎回ほとんど一緒な気がするわね。で、ちょっと熱くなりすぎたので深呼吸してから再スタートです。うん、また向きってなってたわけね。ああ、あまりにも穴に落ちまくるので、いくら普段は冷静沈着頭脳明晰明鏡止水でゴッドフィンガーなウフ主さんでもちょっと冷静さを欠いてしまいました。いや、何意味わかんないこと言ってんのよ。普段から冷静さのかけらもないでしょうに。まあいいから落ち着けって。だからなんで私なのよ。で、深呼吸して冷静さを取り戻したので、今度こそここは抜けられます。ほんとかしら。まあ見てればわかるぜ。いや、そこまた上行ったらあかんやん。回復アイテムあるので一旦取りに行ってから戻ります。余計ダメージ受けなきゃいいけどね。って言ってるそばからダメージ受けてるし、取りに行く前よりは減ってないのでセーフです。はいはい、わかったわよ。で、ここからより慎重に行きます。まだここから先行けてないしね。危な。うん、ここの穴ちょうど嫌な幅だな。ここは飛び移るより壁伝いに登って、そこから後ろ向きに飛んで足場に乗る感じの方がいいかな。お、いけたわね。ああ、ようやく先進めます。やっぱこのスライム地味にいやらしいわね。ああ。敵の配置考えた人、なかなかいい性格してるんじゃないかと思うぜ。いや、自分がうまくできないからって急に敵の配置考えた人ディスるんじゃないわよ。別にディスってません、褒めてるだけです。そうですか。てかここもなかなか怖いわね。ああ、足場細いからここでダメージ受けたらノックバックしてすぐ穴に落ちそうだな。まあでもとりあえずは細い足場は終わりみたいです。難所は超えた感じかしら。ウプ主にとってはこのゲームほとんどの場所が難所なので何とも言えません。そもそも難しいゲームな上にプレイしてるのがウプ主だから余計に難しく感じるわよね。ああ、
多分上手い人ならなんてことないようなところでも手間取ってるだろうからな。てかこのノックバックしてすぐまた敵が湧くのどうしても慣れないっす。確かに敵倒してもちょっと戻るとまたすぐ湧くのはなかなか大変そうよね。まあでもこの通りようやく3の1は抜けられました。だいぶ時間かかったけどやっと次のエリアね。で3の2に来たわけですが、なんかめっちゃ敵の攻撃激しくて。って感じで速攻で抜っ殺されました。これまた進むの大変そうなところね。ああ、この飛び回る敵嫌い。確かにこいつはちょっと厄介ね。動き速くて攻撃当てづらいし上から暗いみたいなの投げてくるしなんやねんこいつ。いやすぐイライラするんじゃないわよ。まあいいから落ち着けって。いやだから落ち着くのはあんたなのよ。てかあれね、もうちょっとどうしていいかわからないくらい敵の攻撃激しいわね。ああ、がっつり体力削られてもう瀕死だしな。ここも抜けるの大変そうね。で何に投げしてるのよ。ジャンプしようと思ったらうまく飛べなかっただけです。なんかそのやられ方多くない？ああ、キリジャンしようとするとジャンプできずにそのまま落っこちること多々あるからちょっと気をつけないとだな。でとりあえず今度はここではやられず先に進めました。まだまあまあ体力も残ってるわね。ああ、このまま順調にいければいいんだけどな。うんこいつ嫌い。まあ確かにうざいけれども。おしおし、とりあえず次に進めたな。嫌なところにクモがいるわね。そうだな。って危な。ここもなかなかに敵の出方がやらしいわね。ああ、まだ3面ですでにこの調子だからな。後半どうなるのかしら。でとりあえずなんとか落ちずに次に進めました。ここもさっきのところと同じ感じね。で今巻物が落っこちたわね。ああそして自分も落ちました。いやなんでよ、巻物が落っこちたのに動揺しちゃったんだから仕方ないやろが。まあでも巻物は回収しておかないと後がきつくなると思うからやり直しで正解だと思います。そうなのね。ああ、後半のボスは忍術多用しないときついみたいだしな。今回は攻略情報見ながらプレイしたって感じなのかしら。いや、この時点ではまだ基本情報調べたくらいかな。この時点ではってことは最初自力で頑張ってはみたけど途中からどうにもならなくなって攻略情報頼った感じね。まあそんな感じです。でもまあ今回は攻略サイトがっつり見たのは本当に最後の方だけだったけどな。じゃあ意外と自力で結構先まで進めたのね。そこは見てのお楽しみです。いやなんでそこ変に固くななのよ。ああお前がうるさいからまたやられたよ。だから人のせいにするんじゃないわよ。ちなみになんですが、2では1ではボスだった殺人鬼バーバリアン、ボンバーヘッド、バーサーカー、ブラッディーマルスのクローンが雑魚として登場しております。で今倒したのがブラッディーマルスのクローンだと思われます。へえそうなのね。てか他の奴らもすでに道中で出てきてるけどな。そうだったのね。ああ、ウプ主31は途中で挫折してるからあんま確信は持てないけど、斧持ってる雑魚が殺人鬼バーバリアンで、鎖がま分回してる雑魚がボンバーヘッド、飛び跳ねながらくないだかナイフみたいなの投げてくるやつがバーサーカーだと思われます。なるほど、1のボスのクローンだって考えれば雑魚が手強いのもちょっと納得いくわね。まあそれ以外の雑魚も十分手強いんですけどね。うん、まあ、そうね。で上に上がろうとしたところを敵に跳ね飛ばされて戻されたのでもう一度上を目指します。いやまた落ちてるじゃない。敵に吹っ飛ばされてなかなかうまく上行けないんだから仕方ないやろがい。てかここ敵ですげや。はいはいうまくできないからってイライラするんじゃないわよ。黙れハゲまんじゅう。だから私に当たるんじゃないって言ってるでしょうが。短期は損気って言うだろ。少しは落ち着けよ。いやだからそれブーメランなのよ。大丈夫大丈夫。私が投げたブーメランは全部ウプ主に刺さるだけだから。そうですか。でそうこう言ってるうちにまた落っこちて登り直しです。地味に引っかかってるわね。ああ。そしてここで体力がつきまたゲームオーバーとなりました。マジか。でコンティニューして再挑戦です。またここからなのね。ああさすがに何度も同じところ見るのもしんどくなってきたのでさっきのところをうまく抜けられたシーンまで飛ばします。いやもうすでに残機ゼロじゃない。ああここまで来るのもなかなかしんどくて何度もゲームオーバーになりつつやっと戻ってきました。
ねえこれここから先に進めたとしてもまたすぐゲームオーバーになるんじゃないの。まあいいからケツの穴かっぽじってよく見とけって。何汚いこと言ってんのよ。なとこかっぽじってもよく見えるわけないでしょうが。じゃあ頭皮ひんむいてよく見てなさい。それを言うなら目ん玉ひんむいてでしょうが、すぐ人をハゲさせようとするんじゃないわよ。まあまあそう怒るなよ。可愛いジョークじゃないか。全然可愛くないんですけど。ってことで走行行ってるうちにようやくボス戦です。今のところ上がれればすぐボスだったのね。ああ、さっきもボス直前まで来てたってことだな。てかボスまで来られたのはいいけどまた2面の時みたいにボスでもハマるパターンなんじゃないの。ところがどっこいそれがそうでもなさそうです。そうなの。ああ、なんか知らないけどこんな感じにボスがここで引っかかってくれたので、空中の分身を使ってこのまま切り刻んでやりました。いやまたまぐれじゃない。まぐれだろうがまぐろだろうがまぐろだろうがなんだろうが勝ちは勝ちだって言ってるだろうが。いやだからなんなのよその言い回しは。とにかくだいぶ時間かかりましたがなんとかボス倒してまたビジュアルシーンになりました。お、アイリーン救出できた感じね。いやなんかそうでもないっぽいな。誰かがアシターを銃で撃ったわね。一生の最後に出てきたやつだな。どうやらアイリーンをさらって逃げたみたいね。アイリーン。いやうるさいから、てか叫ぶためだけに元の姿に戻るんじゃないわよ。まあとにかくこれにて第3章は終了で、ここから第4章になります。なるほどなるほど、邪神剣とやらは一で竜に倒された邪神の骨からできてると。お、ようやく名乗ったわね。とりあえず二度も助けてくれたしガルシア君は味方だと思って良さそうだな。いやそれ別のロバートなのよ。じゃあ清崎さんの方かな。なんで金持ち父さんなのよ。じゃあデニーロ、知ってるロバート適当に並べるんじゃないわよ。いい加減にしなさい。まあとにかく塔に登った次は地下の迷宮に行くらしいっす。ってことで4面スタートです。なんか暑そうなところね。ああ、なんか気持ち悪い化け物もいるし地下迷宮っていうか地獄みたいなところだな。まあでもあれね、今のところはそんなに敵の攻撃も激しくないし意外と進みやすそうな感じね。そうだな。3面の最初よりはこっちの方が進みやすいかもな。おっと。今のはちょっと危なかったわね。お、4秒間無敵になるやつね。ああ、火炎の前だな。忍術ポイント結構使うから多用はできないけど、今みたいに足場が悪いところで飛んでる敵が出てくる時なんかは使っていった方がいいかもな。まあやられるよりはその方が良さそうよね。ああ。残機もないしとりあえず火炎の舞使いつつ進んでみます。まあ敵云々関係なく転落死したら無意味なんですけどね。いやなんで今落ちたのよ。思ったより次の足場までの距離あったんだから仕方ないやんけ。ってことでコンティニューしたわけですが、今度はさっきのところまで行く前に落っこちました。またジャンプの距離足りなくてやられてるじゃない。まあたまにはそんなこともあります。いやしょっちゅうでしょうが。まあ一気失いはしましたがまたさっきのところまでやってきました。
途中でやられちゃったから火炎の前なくなっちゃったわね。そんなもんに頼ってるから油断してやられるんだろうが。いや、さっきと言ってること変わってるのよ。で、今度はちゃんとギリジャンして渡ります。そういえばさっきここで落ちる寸前に巻物取ったから忍術ポイントの最大値70になってるわね。ああ、だいぶ増えてきたな。で、これまた足場の悪いところを進んでいきます。ここもなかなか緊張感ありそうね。ああ、男性だったら大事なところがヒュンヒュンしそうだな。だからその言い方やめなさいよ。おっと、ああ、うん、ここ心臓に悪いな。お、でもなんとか抜けられたっぽいわね。ああ、まあウプ主の腕にかかればあれくらいちょろいもんよ。だからちょっとうまくいったからってすぐ調子乗るんじゃないって言ってるでしょうが。ウプ主みたいなやつはリアルで調子乗れることなんてまずないんだから、ちょっとくらいええやろが。うん、悲しくなるからやめなさい。まあ何はともあれ4の2にやってきました。炎の次は水なのね。ああ、水の流れがあるからここもなかなか進みづらいな。ちょ、何やってるのよ。後ろからスライムの玉飛んできてるのに気づきませんでした。だからすぐイライラするんじゃないわよ。で、別にイライラなんかしてないんだからね。なんで急にツンデレっぽくなるのよ。ファンサです、ファンサ。いらん、ファンサ戦でいいから。てか、そうこう言ってるうちにまたやられてるし。ここもなかなかむずいねん。ちなみにこの後はこんな感じでまたすぐゲームオーバーになりました。今度はここでハマったわけね。ああ、そこまで難所ってわけじゃない気もするんだけど地味にうまく進めません。で、何度も同じとこ見ててもあれなので先進めたところまで飛ばします。だいぶ慎重になってるみたいね。ああ、いい加減同じところでやられまくるのしんどくなってきたのでいつも以上に慎重です。嫌なところで鳥が湧くわね。ああ、ワッポイントに気をつけて動かないとだな。ってことでようやくなんとか先に進めました。でもなんかさっきよりもっと進みづらそうな場所になったわね。ああ、全然気を緩められないな。見てるだけでもちょっと肩こりそうな感じよね。まんじゅうのくせに。別にいいでしょうが、てか今はドット絵だから肩あるし。で、ここもまあまあ進みづらい感じではありますが、さっきまでよりはちょっとマシな感じです。もしか、いや、何今の敵の動き。まああれはちょっと予想できないわね。で、降りるのにちょっと手間取っておりますが、ここはもう大丈夫そうです。このまま落っこちてやられないといいけどね。残念、さすがに大丈夫でした。言い方がなんかムカつくんですけど。うん、ここもちょっと怖いな。やっぱ先に進むにつれて転落死ポイント増えてくわよね。まあそりゃそうだろうな。うん、スライム嫌い。本当にいつも地味に嫌なところに出てくるわよね。よしよし、なかなかいい感じで進めてるな。じゃあ、今絶対油断してたわよね。まあやられてしまったものは仕方ないのでまたここから再開したわけですが、あっさりまたやられてゲームオーバーです。ねえ、これってまただいぶ前からになるわよね。ああ、この通りコンティニューした場合はまたここからです。これめっちゃ時間かかるやん。ああ、この後もまあまあゲームオーバーになったので、またうまくいったところまでカットします。いや、すでに残機ゼロなんですけど、残機ゼロになってからが本番です。そうですか。まあでもさすがにそろそろこの辺もなんとなくパターン分かってきたので意外とスムーズに抜けられるはずです。いや、全然スムーズに見えないんですけど。うっせハゲ。あーん、あれですよ、下手に避けようとして穴に落ちるくらいならちょっとぐらいダメージ受けても安全に着地しようって作戦です。ほんとかしら。ほんとだもん、嘘じゃないもん。はいはい、わかったわよ。
で、ここの下から出てくる鳥はちゃんと処理してから進みます。まあさっき痛い目見てるしね。いや今のはないでしょ。水の流れがあるからなかなか思うように操作できないんじゃボケ。誰がボケよ。いい加減ちょいちょい私に当たるのやめなさいよ。お前がいちいちちゃちゃ入れてくるから悪いんやろが。いつになくカリカリしてるわね。私だってさすがにあまりのうぷ主の下手さ加減に参ってるんです。なのでとりあえず斧で真っ二つにしておきましょう。うん、それはさすがにやめて差し上げなさい。まあとにかくこんな感じで下手くそなりにない頭フル回転させつつ頑張ってるので、道端で干からびたミミズを見るような優しい目で見守っていただければと思います。いやそんなもん誰も優しい目で見ないのよ。ってことでなんとかボスまでたどり着きました。いやたどり着いたけどすでに瀕死じゃない。しかも分身もないし忍術ポイントだってほとんどないし。まあ見てなさいって。いやこれどう見ても無理でしょ。まあうぷ主本人も最初はそう思ったんだけど、どうやらこのボスはこんな風に左右の腕で交互に水平に攻撃してくるだけっぽいので、体力が残り少なくてもなんとかなりそうな感じです。いやそれにしてもあと2発食らったら終わりじゃない。てかもうあと1発になったし。大丈夫大丈夫、パン1で魔界に単身突っ込むどこかの騎士だと思ってプレイすればいいだけの話です。いやその人別にパン1で魔界に突っ込んだわけじゃないでしょ。まあとにかくここから先一撃も食らわずボスの体力をあと半分ほど削り切れば勝ちです。怖っ。ああ、攻撃パターンが単純とはいえなかなかヒリヒリする戦いだな。おお、やったわね。ああ、だから楽勝だって言っただろ。いや楽勝ではなかった気がしますけど。まあとにかくこれで4面のボスは倒せたのでまたビジュアルシーンになります。今竜がいるところよりもっと奥にアシターとアイリーンがいる感じかしら。なんかそんな感じみたいだな。ってことで4章が終わってここから5章なんですが、今回はここまでにして続きは次回にします。まあもうすでに20分超えの動画になってるしね。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.